1955年、長白明は、大韓民国の土壌学者、農芸科学者。本願は、平壌朝氏。号は、花の王。ソウル生まれ。旧貫末に、大韓帝国陸軍の参事を務めた、武官出身の長重元の息子であり、義兄は、私学者のイ・ビョンド。近代農学及び生科学研究の先駆けとなる、科学者で、 伝統食品の研究を実際の国民の食生活と連携させ、農学及び食品産業分野を発展させた。豆、キムチ、伝統肥塩類などに関する研究を通して、韓国の伝統食品に科学的かつ体系的にアプローチ脂肪菌の開発や繁殖などの研究に貢献した。すなわち、キムチの栄養価値、味噌玉麹カビの分類。 コチュジャン成分分析などの伝統食品を農学へと発展させた。豆もやしや山菜などを研究した1932年、豆芽製造中に起きる諸成分の変化に関して、韓国産野生食用植物の食品的価値について、などは、韓国人が発表した農学分野初の学術論文で、韓国近代農学研究の講師として評価されている。また、肥料開発。 米の生産性向上など国民生活及び健康と関連した実用的な分野に積極的に取り組み立ち遅れている農業環境の改善に努めた。特に原子力同位体を利用して稲作の合理的な方法を研究し米の生産性を向上させており、これは韓国発の国際協力共同研究であり合理的是非体系の樹立に関する研究としても 世界で初めて挙げられる。研究方法及び結果の解析についても、国際原子力機関が絶賛した。1965年原子力調査加に放射線、農学研究所を創設し、稲の品種改良及び、肥料成分、環境汚染物質の土壌及び、水質環境での動態など農業現場の農業生産性向上に努め、 農業及び農作業分野の基礎を完成させた。近代教育者として、1925年に、水原農林専門学校に、最初の韓国人講師として赴任し、教授を経て校長に就任し、1946年には、ソウル大学農科大学の初大学長に就任し、韓国の農学教育及び正常化に努めた。韓国の大学を基盤とする設計のため、 アメリカ政府とともに、アメリカ・ミネソタ大学計画を樹立し、この計画を通じて、韓国農学分野の大学教育システムを樹立、教授の教育及び研究能力向上のための海外、研修派遣制度を設けた。1954年には、韓国農学改装説とともに会長を務め、1967年には、韓国土壌肥料学会会長を歴任するなど、 様々な農学学術会活動を行い、韓国農学会の近代化に向けて取り組み、1986年には農学分野の基礎研究をする研究者たちを励ます。ために資材を投じてばけ農商学会及び化農賞受賞制度を設立した。晩年は、同い年の農学者、インソー草原建国大学校名誉教授と互いに、プロテスタントバプテストの交友を務め、 その年に93歳で亡くなった。子、ありがとうございます。